神埼市千代田町のアスパラガス農園。11日から降り続いた雨で、おとといは胸の高さまで浸水。昨日の夕方まで水が引かなかったといいます。対策って言っても、もうこんだけ降ったけん、もう身浴だけ、水の引くのを待つだけの状態だったんで、いろいろ物が流れていけないようにロープで縛ったりとかはできたんですけど。ハウスが浸水していた時間は実に65時間に及び、ようやくハウスに立ち入れるようになったのは昨日の夕方。今日は朝から育ったアスパラガスをカットし、処分する作業に当たりました。この農園で浸水被害が出たのは4年連続。浸水は毎回およそ20センチずつ高くなっていて、水がはけるまでの時間もどんどん長くなってきているということです。できればこの土で続けてはいきたいんですけど、やっぱり自然の災害にはどうしても勝てないんで、嫁さんと2人で始めたんで、なんとか続けてはいきたいんですけど、なかなかですね、ちょっと難しいことも正直ありますね。